これぐらいだと思う。はい、左右、そうですね、はい、左右。熱血スーパーテニス、科学で健康をサポートするシクロケムグループの提供でお送りします。今週のプレイヤーをご紹介します。先日ダブルスレッスンを受けられた山口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以前に重政コーチのレッスンを受けたことがあるそうですね。そうですね、1年ぐらい重政コーチのクラスでレッスンを受けてました。その時はどうでしたか？いや、もう大変しごかれじゃあ今回もしっかり頑張っていきましょう。お願いします。よろしくお願いします。では今週山口さんにはどんなレッスンがいいでしょうか？はい、山口さんね、バックハンドのリターンの体の使い方をね、今日はしっかり集中的にやっていきたいと思います。はい、まずは体の使い方を確認で、今日またこのチューブをね、使いますけども、チューブ引っ張られてることによって上体が上がるとこれ後ろに引っ張られちゃうので、引っ張られないように低い姿勢を保ちながら、そしてこうリターンの時の体の動きっていうのをこのボールを使ってやっていきます。リターンにおいて大事なことが、腰をまず浮かさないように、腰の位置を一定に保ちながらボールを打つというのがすごい大事になってきます。まず左足を前に、ボールをね後ろへテイクバックのような形で引いてもらいます。で、次右足を出しながら投げる。もう一回いきますね。テイクバックと同時に左足を出して右足を出した時に投げる。このタイミング でこの時に、腰とあと目線がぶれないように投げることを意識してほしいなと、はい、続いて山口さんで左、そうで、その右足出しながら投げる。そうですね、左右で投げた時にクッて前を見るんではなく、投げた場所を見るっていう、投げた打点を見るっていう感じで目線を止めながらやってみてください、はい、左右、そうですね、はい、左右。力入っているところがすごいよく分かったんで、分かりやすいです。次にボールを打ってタイミングをつかむ。テイクバック自体はそう今ぐらいかな、コンパクトに引いてもらって打点合わす、そう、どちらかというと足の、ね、蹴るパワーでボールを飛ばすぐらいのイメージでいいかなと思います。はい、はいですね、はい、そう、一番ね僕大事にしてるのがこの骨盤の角度なんですね、はい、ここが膝が曲がってるからあえてこれで OK ではなく、ここの角度がしっかりね折れてて、そう、膝の角度よりここの角度の方が、しっかり曲がってる状態を作ってほしいなと、うん、最後は実際のサーブをリターン。そう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 、最後まで顔残して OK。 そう、左足を、短いサーブだったら左足もっと中に入れて前に前に入れて、そう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 、ナイス、 OK、 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 ナイス、 OK、 OK、 ナイス。何か気づきはありましたか？そうですね、今までちょっと構える時とかはそんなに深く考えずにやってたんですけど、やっぱり正しくやるとかなりしんどいということが分かって、とても勉強になりました。